4月25日木曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩事の OK! コージーアップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩事ですおはようございます日本放送アナウンサーの新庄一花です日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩事の OK! コージーアップこの後8時まで生放送です暑くなるんですよ今日 そうなんですよ今、日本の屋上の温度計、まだ15度なんですね、はい、だから昨日のこの時間とあんまり変わらないぐらいで,そうです、ね、すで昨日はここからほとんど気温が上がらな,上がらなかったんです、今日はこのあとですね、うん、10度くらい上がりまして、いいいやいやいや,いや26度の予想です、東京地方。4月だよ夏日 <laughs> これあの6月並みの高さだそうです暑さになるそうですよなるほどまあそうだよねでちなみに前の日昨日と比べるとあ<ー>まあ10度ほどやっぱり高くなると もう本当ついていけないよねついていいてけなですよね、一<ー>、ね、日の中での寒暖差と前の人の寒暖差とそうだよね,ね<え>いろんなものがないまぜになってね本当<いや> <laughs> 体調崩さないようにというか崩さないように座われてもなっていう話なんですけど、えーね、あの体が慣れてないんでこういう時こそ熱中症になる、ね、んですよね。うんねえー、ですんで、まあ、水分だけじゃなくて塩分もという、ね、少年野球やってて。 この時期ぐらいから、だからもう飲み物がなくなっちゃう子が多くてね。ああ、もうあっという間に飲んじゃうんですね。ううそう。うだね、あの思ったよりも体が脱水してるっていうのがありますんで、ちょっとお気を付けいただければというふうに思います。さあ、4月の25日でございます。はい。初任給だと,うとそうですね。いうことで。あの、新聞読んでても、やっぱ社会面なんかにね、この初任給の話なんて言って、あのシンクタンクが、えー、その平均額だとかね。 を出しておりますけれども、えー、民間シンクタンクの産老総合研究所というところが、まあ、産業と労働で産老ですね。えー、23日2024年4月に入った新入社員の大卒初任給が前の年よりも4.01%高い22万6341円だったと発表したということで、えー、上昇率が91年以来の高い水準ということだそうでございますよ。 ねあのー、私が入社したのはもう20年も前の話なんですがその時の大卒初任給を、えー、当時で19万8300円が額面だったそうですでこれを現在の価値に換算すると18万6544円相当と、まあ、だから、あのー、当時から比べると、ね、物価が上がっている分だけ。えー えー、まあ、目減りするというのがあるらしいんですけど、そうかと。ね、新業アナウンサーが入った年っていうのは ?2015 年ですねうんえ。大卒事務系だと21万、1562円だったと、うんうん、なるほど、と、まあ、あの大卒で、まあ、それてくれば22歳と、そうですね、だから22歳で今も22万。 年齢と同じだけというかね。んなんとなく、こう、そこがこう、抜かしていくのがいつだろうね、みたいな話をしていて、なかなか抜かないよね、みたいな話をしてたんですけれども、もう入った途端に、そうですね。すでに同じっていうねう、まあ。ただね、あの、そこをこう、みんなこう、上げるっていうので、大卒初任給が上がった、上がりました、みたいなことが大きく報じられる一方で、その先が上がっていかないみたいな話を、また、 逆にね、聞いたりなんかして、まあそうすると、その賃金のカーブが、あ今までだと、こう結構こう、傾きがね、うん、特にあの、年齢いってからググッと上がるぞみたいなのを、俺らの世代は信じ込まされていたわけだ。うんうん <laughs> いつまでとってもこの坂が上り坂がきつくならないぞっていうねうむしろなだらかにこれこれ、えー、あれさ上がるどころかなんか平らな道ずっと歩いてんなみたいなああで下り坂になってきたかみたいなねうんそういうのを繰り返すというね、えー、そうねあのー、今日この後ね、えー、コメンテーター佐々木俊直さんとまず、あのー、お送りするテーマがね、えー、氷河期世代というか4050代の社員の 老害化問題そうもうなんだかんだ言って私も四十いくつでねなんだかんだだか<う>、えー、氷河期世代の人たちが4五5 0代になってきてそうです,よ、ね、でそうすると、うん、ねやっぱあの今の経験からいろいろ語りたい部分があるんだけれどもというね えー、えー、身につまされるような話がいろいろ出てきたりなんかも、うん、いたしますよ。ね。えー、で、一方で、なんか、あのー、今日の一面トップは、なんか自治体の消滅可能性みたいなのが、<ー>こういろいろ出てきていて、ねえ、あのー、 若年女性大幅減という,ような話なんですがいやそ,らそんなこと言われたってもうこんな人口動態調査ですでに分かっている話じゃないかというところではあるんですけれども、はいねえー、ちょっと後ほどあの新聞紹介のところで、ねえー、この話もご紹介しようかと思いますけれどもなぜこのタイミングでゴールデンウィーク前ぐらいに出てくるのかということも含めて、ねえーえー、ご紹介してまいります。 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組イーラ工事の OK 工事アップ。今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さん。この後6時半すいからご登場です。まずは4 50代社員の老害化問題について。えー、そして6時50分すぎニュース7時またぎのゾーンは、えー、政治資金規制法の改正について昨日参議院の予算委員会で集中審議が行われておりました。それから福島第一原発の処理水放出が停電で一時停止をして そしてアメリカ議会上院がウクライナ法案に関して、えー、支援法案可決をしたということで、えー、バイデン大統領の署名で成立という,う流れになっております、えー、それからアメリカで TikTok 禁止法案が可決成立をしましたで7時40分過ぎスクープアップのゾーンは世界の EV、まあ、電気自動車の販売について 2024年大幅に増えて1700万台の見通しだということだそうです。そして 今日は暑くなります。えー、夏商戦についてビジネスニュースピックアップ7時50分過ぎです。メール、そして X こちらです。メールアドレスはコージー、アットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージー、アットマーク 1242.com。X のハッシュタグは、ハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。 この時間最新の株と為替の情報をガイタメイドットゴム総研調査部長の神田拓也さんに伝えていただきます。神田さんよろしくお願いします。はい、ガイタメイドットゴム総研の神田です。よろしくお願いします。お願いします、はいえー。現地24日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、えー、前の日に比べて42ドル77セント安い、えー、38,460ドル92セントで取引を終えました。<laughs> 一方、ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は16.11ポイント上がって15,712.75でした。円相場は前の日の同じ時間帯と比べ約45銭円安ドル高の1ドル155円25銭付近で取引されています、うんうん。いや、抜けてきましたね、ついに。円相場は1ドル155円台に下落するのは1990年6月以来。 34年ぶりです日本銀行が今日から明日にかけて行う政策決定会合で、えー、政策金利を低水準に維持するとの見方が強く円を売る動きが再び強まっています、まあ、心理的な節目でもあり日本政府日銀の防衛ラインでもあるとみられていた1ドル =155 円を突破したことで 円買い介入発動への警戒感も一層高まっているという状況ですうんもうこれね、また今日明日の決定会合、いろんな報道も出るでしょうし、それでまた動くって感じになりますかそうですね、えー、やはり金利水準が依然、はい、低いですから、えー、これをあの、ここを。 今後引き上げていくという動きを強めてくればですね、前、まあ、安の動きが一時的に止まるという可能性もある反面、うんはい、なかなか日銀としては現状で金利をすぐに上げにくいという環境でもあるかと思われます。うん、それでまあ対応とは非常に難しい局面かなというふうに考えています。なるほど、わかりました。金田さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ここが気になるのコーナーです。えー、スタジオに。 各がが、入ってきましたが本当に気に気なるんですよ。人口戦略会議推計、えー、自治体4割消滅可能性、5市一面トップですよ。今日、朝日も読売も毎日も産経もそして東京新聞までということでございまして、まあね。 <laughs> で、これ本当どっかで見たことあるなぁと思うんですけれども、えー、今から遡ること10年前にですね、えー、同じような記事が出たんですよ。人口が消滅する自治体が出るぞと。で、あの時に話題になったのは、えー、東京の豊島区。豊島区も消滅しちゃうんじゃないかみたいのが出てですね、非常に問題になったと。もう日本人はこう減りゆくんだと。少子高齢化が進んでというような話で。で じゃあ、その後に何がっていうことになるとですね、えー、これ、ゴールデンウィークの直前に出てるじゃないですか。えー、この後ゴールデンウィークが終わって、そこから政策的に非常にポイントになってくるのが、えー、6月に出てくるですね、えー、経済財政運営の基本指針、いわゆる骨太の方針というやつで、で、ここに載った政策がですね、えー、来年度、2025年度の予算のベースとなっていくと。 いう話なんで、この骨太の方針に何が乗るかっていうのが一つの勝負で、そしてその骨太の方針に乗せるためにですね、えー、いろんなこう、各省庁が思惑を持ってですね、えー、データなんだとか、いろんなものを出してくるっていうのがまさにこの時期で。で、このお人、当時、人口が減って、そして人が、日本人がいなくなってしまうぞと、このままでは、みたいな警鐘を鳴らしたその先で、えー じゃあ、働く人たちを海外から入れればいいじゃないかっていう話が出てきてですね。えー、まあ,あ、いわゆる、う業諸行訓練的な名目だったりとかいろんなところで、えー、就職、就業する業種が増えたりだとかしたわけですよ。今回。今回 自治体4割消滅可能性とか何とかとかこう出てきていて、その裏でですね、じゃあ、あー、能登半島地震が1月1日に起こって、そしてそこから4ヶ月、5ヶ月余りが間もなく経とうという時に、 ええー、予算を絞るというような話が、コスト削減というのが財務省から折しも持ち出されて、それに対して、石川の長谷知事が、ふざけんじゃないと怒っているとか、ね。いや、これ消滅可能性があるわけですから、やっぱり、こう、コンパクトにまとめてみたいな話とかね、これいろんな思惑を感じるタイミングだよね、ということが非常に出てくると。そして、 10年前もこれを取りまとめたのは、えー、増田博也さんというです、ね、岩手の県知事も務められた方で今回も一応、この有識者で作る人口戦略会議議長は三村昭夫日本製策名誉会長とお前の2章の回答というふうに出てるんですけれども実際にデータを取りまとめたのは増田博也さんで増田博也さんがまた説明をされているというあたりがおお響き合うねというニュースでありました。 この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はジャーナリスト佐々木敏直さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ますえー、この時間まずは4 50代社員の老害化問題という。これ、うん、あの、佐々木さんがね、X で引用リポストをされていたものですけどそうですね。まあ、 誰もがね老害になななるっっててことは考えなきゃいけないけう,う僕、ね、2000年ぐらいからインターネットの業界とかあの世界ずっと取材し始めて、はい、当時76世代っていうね76世代1976年生まれ<ー>これがまあ初期のインターネットのねビジネスとかをう担う若者たちで結構注目されてたんですけど、はい、考えると今48歳っていうことしね,ね,ねはい。 で、この世代って、まあ段階ジュニアで、いわゆる氷河期世代の人が多くてですね、はい、まあ、結局就職できなかったのもあって、非正規になって、それでまあ、起業せざるを得ないっていうね。えー、まあ、仕方なく起業した人も多かったっていうまあ、それで一生懸命みんな頑張って、なんとかこう成功したりとか。で、大企業でもほら、でもその就職がくぐり抜けて、就職できて、はい で、しかもね、当時人数少なかった就職した人の。だから、同期が少ない、上はたくさんいる。ね、バブル世代の下ですからね。ね山ほどバブル世代取ってたんで、はい。で、いつまで経っても昇進できないって、もうその苦痛の苦悩の中でみんな頑張って頑張って、この20数年生きてきて、で、今40代、50代になりつつあるんだけど、はい、これがね、まあ、 なんだろうあんまり言うと怒られるんだけど<ー>もう自分たちはねこの苦労の中で頑張ってきたんだからお前らもこれを真似しろみたいなことをね下に割に敷いてる人が増えてきてるっていうねああこれをこれを「れを老害」と言わずして何を「老害」と言うのだい,う <laughs> いやそのブラックなところでこう耐えてきた <laughs> 俺はこうやってきたんだから、お前らだってできるだろうっていう。そうなんですよ。それってもうほとんどね、戦中派がね、<laughs> 俺たちは戦争で苦労してきたの、お前ら甘えてるだろうって言ってたのがあんま変わらないんじゃないのっていう。そうか。<laughs> そうですよね。そうなんですよ。だからね、そこをね、今の時代は違うんだと。<laughs> はい、これからホワイトなんだと。えー、20代もっと大事に使いましょうっていうふうにマインド切り替えないと、 どん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 社内で浮いていくだけだよねってことはねで結構良かれと思って、うん、いやだってやっぱ行ってね <laughs> あげないとこの子たちが後で苦労するんだよみたいになっちゃうんでそうなんですよね。自分たちがそうなってるってことをちゃんと自覚した上で後輩っていうかまあ若手をね育成,指導した育成指導した方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますけど。 本当ね <laughs> このリポストを見ていて身につまされることがどっさりとあってですね <laughs> です <laughs> <laughs> あの自他ともにみたいなそうですねまあみんな誰もが年取るので年<ー>取ったらどうしてもね今時の若いもんってみんな言いたがるんだけど <laughs> そこはね自分がそうなってるので自覚することが大事だよるというねうん、うん、特に氷河期世代苦労した分だけ自分たちはもう本当被害者なんだよねっていうだよそうなんですあの生存者バイアスって言葉があってね、はい 自分がなんとか生き残れたことが、これはすべて俺の力だっていうふうに過信してしまうっていうね、でもまあ、その力ももちろんあるかもしれないけど、運が良かったとか、いろんな要素もあるわけで、なんか自分がすごい能力があったから生き残れた、生き残れないやつはバカだって思ってしまうと、ちょっと思い上がりになってしまうから、<ー>そこも気をつけなきゃいけないよねというねそれがあるから、世代内でも同じ話しかできなかったりするんですよね、あ<ー>勝ち組、負け組がね、綺麗に分かれてるんで、難しいですよね、ここはね。<laughs> まずは、この4五十代の社員の老害化問題についてでした。えー、佐々木さん、今日も八時まで、お付き合いいただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト佐々木俊しさんです。引き続き、よろしくお願いいたします。ええー、ニュース、七時またぎ、取り上げるのは、こちらのテーマです。岸田総理、政治資金規制法の改正に、強い覚悟で挑む考え。 岸田総理大臣は昨日の参議院予算委員会で自民党の派閥の政治資金問題を受けて政治資金規正法の改正について次のように述べました自民党自身もガバナンスの強化等を務めなければならないと思いますしそしてこの国会においても政治資金規正法の改正など政治の信頼回復のためのこの取り組みを実現しなければならないと考えています き、えー、の答弁の模様をお聞きいただきました、まあ、政治資金収支報告書に議員の確認書を作成するというね、あた、うん、りがま。まあ一番のポイントは、まあ、一部連座制とか言われてるんだけど、はい、要するに政治資金記載ミスとかあった時に、まあ、今まではね政治家は全く責任問われなかったんだけど、うん、こう責任問われるようにしましょうと。ただし なんだろうな、こう、その前にまず確認書っていうね。はい。その政治資金の報告をする際に、一応なんか確認書って紙を作って、そこに政治家がハンコを押すと。はい、署名すると。で、それをやってたら、もし記載ミスからあ,あ,あ,あった場合には、政治家の責任が問われますよっていう。うん、なんでこんなね、めんどくさいことになってるかって、結局、 なんだろうあの、政治家の側としてはね、こんな意見があって、例えば、秘書がわざと議員を陥れちゃうことができるんじゃないかね <laughs> <laughs> 自分の先生を陥れよと思って、わざと記載ミスをしたら、あっ間に連座戦になるとかね。はい。まあ、なくはないけどね、でもそこまで抵抗するのもなんだろうなって気もちょっとしなくはないよね、という。まあ、そうですよね。うんうん、そんなに秘書さんも信頼できませんかそうですよね。<laughs> あと、まあ、この話ね、あと、ものすごいややこしくて、多分全員を理解してる人は永田町以外にはほとんどいないんじゃないかって、えー、か含めて。なんでこんなにややこしいのかっていうと、金の流れがね、異様に複雑なんですよね。はい、で、例えば、うんとね、基本的なと分かってない人多いんじゃないかと思うけど、政治家個人に献金は今はできない。企業団体献金はね。うんうん 一応政党にできるので政党から政治家にお金が流れるみたいな仕組みになってるんだけど、はい、その政党から政治家にお金流れるのは政策活動費って言ってこれが一体、ね、いくら流れてるのかよくわからないっていうね、はい、でそこのね要するに政治家個人資金管理団体っていうのがあって政治家のその資金管理団体はどういう収支だったかって報告する義務があるんだけど、はい、政治家個人が例えば自民党からお金を100万円ポンともらった場合には、うん、それを 報告する義務がないっていうね。えええなんだかよくわかんないわけですよね。出した方の自民党には帳簿につける義務はあるけれども、うんうんうん、受け取った方はわかんない。言わなくていいっていうね。うんうん、だからね、まあ、不透明なところがちょっと多すぎるよね。だからこれだあと維新とか言ってんだけど、国から、はい、えっと、なんだっけな、政策活動費っいはね、はい、えお金が月100万ずつ、うん、あの、議員に出てて、この100万については内訳を別に公開する義務がない。 はい、だから維新はこれ、ちゃんと公開せよって言って、自分とこの議員については公開してるんですよね。はい、これもだからね、なんで透明化しないのかって、結局でもいろんな話、政治家の人とかの話で聞いてみると、まあ、とにかくね、もうよくわかんない、うん、あの趣旨が多すぎるので、なんか広告把握しきれないと、指示またいで続いてまいります、ニュース、しじまたきです。 今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、佐々木俊直さんです。引き続きよ、よろしくお願いいたします。あのー、6時半のね、佐々木さんご登場のところで、うん、えー、氷河期世代、あるいは段階ジュニア世代、うん、えー、今40代から50代に差し掛かろうという世代が、えー、ひょっとすると、老害になってしまうんではないかという話で、うん、えー、同世代の方々から、あーメールや X いろいろいただいてます。久米地さん、40代半ばで氷河期世代で老害、うちやー、 自分も老害になるのか、カバリーのランパンテさん、ヒ、え、ロ、ー、さん、自分も老害世代ってポストが多い、ま、自分もそうですけどと。 素直に認めちゃうところが、団塊段階ジュニア70年代生まれのね、ちょっと切なく悲しいところで、これがね、その上の段階世代の人だったりすると、うるさい、俺は老害じゃねえってみんな怒り出すんだけど。そうそうそう。老害だ人ほど老害じゃないって言うんですそうなんですよね。これがね、70年代生まれのね、不用学期世代の人はね、老害って言われると、やっぱそうだよなってこう認めちゃうところがね、この世代のね、こなんだろ、敷いげられ慣れてるというか、ああ。ちょっと悲しいところだなっていうね、もう。そこでなんか、ふっと自分を、 帰りてそうなんですよ。で、リアル老害をいっぱい見てきたから、うんうん、え、俺、あれと一緒かって思うと、<laughs> 気をつけよってそうなんですよ。<laughs> 共感できるんだけど、まあね、もうちょっと強く生きてもいいんじゃないかと、個人的には思うんですが。十分俺たちも強く生きてきて、ここまで来たんだよと。<laughs> ね、<laughs> 確かにね。<laughs> 頑張ります。<laughs> でえー えー、ニュース、シーマ的、前半戦、えー、政治資金、規制法の改正の話。複雑ね。うん、<う>複雑でね、まあ、とにかく、いろんなお金が流れてると。で、き、あの、ここで議論するときに気をし、気にし、気をつけなきゃいけないのは、その、お金がかかる ってことは当然であってそこを批判否定してはいけない<ー>それと透明化するっていう流れをねそれは別の話だよね、はい、で僕はね資金の流れを透明化するのはもう当然だしやるべきだと思うんですよそれ維新が言ってるように政策活動費とかがね月100万が一体どういう内ちわなのかもちゃんと公開すべきだしその政党からね個人政治家個人流れてるお金も一体いくらなのかっていうのは政治家個人がちゃんと公開すべきだと思うんだけど、はい、ただお金が使われてること自体を否定してまて たらけないなぜかっていうとねまあ、例えば共産党なんかその政党助成金って国の税金から各政党にあの議席数に合わせてお金が出てるんだけど、はい、こんなの税金の無駄遣いだってまあ怒ってるわけですよね受け取ってないですよね受け取ってないんですよ、うん、でそれはそれで一つの考え方としてありなんだけどでも一方であんまりそれやりすぎるとね結局裕福な人しか政治家になれないで共産党の場合にはあの赤旗の公読費とかね、はい、まあそういうのでなんとかしのいでるんだけどでもまあ赤旗の公読費もねどんどんどどんどん 読者が減ってきていて、結構危機的な状況だってよく言われてると。うん、で、そうするとやっぱり、ね、ある程度税金から補填してあげて、で、その国の,あの政党のです、ね、多様性を国全体で確保する、国民が支えるってことの考え方が僕結構重要だと思ってるんですよ。はい。で、それやらないでもとにかく個人でね、お金を用意しろと。で、国から一切出さんと。うん であの企業とかから、ね、献金もま,ま,まかにならんって話にしてしまうと本当に代々大金,、はい、金持ちの、ね、それこそ鳩山さんみたいな家の人じゃないと、ね、政治家になれないってそれはそれで庶民感覚なくなっちゃう可能性があるわけだし、えー、バランスを一致するかって感じがするんですよね。うだからどうやって その政党がたくさんある方がいいに決まってるわけなんですよ。<えー S 2> 少なくとも一,、えー、一党独裁よりは。はい、二大政党制の方がいいし、二大政党制日本はうまく根付かなかったんだけど。うん、まあ、ある程度多様な政党がたくさん存在するってことを考える。で、例えば、共産党。 気に食わないと思ってる人もいるかもしれないけど、共産党があることにやっぱり意味があるわけですよね。そのね、意見を。批判勢力として。うん、うん、出すということそのものは。ってことはあれ考えると、うんうん、その共産党を支持してる人から金集めるだけじゃなくて、うんうん、国全体として、国民全体として共産党の存在もい許容するという考えで、税金からお金出しても僕は構わないと思う。これは共産党は気に食わないと思うんだけど、そういう考えうん、うん、だってあってもいいんじゃないかと思うんですよね。うんうん、そう考えるとね、まあお金かるのはしょうがない。特に ねえ、特に選挙なんてね、もう膨大な金かかって、はいええ、で、未だにやっぱやってね、選挙カー乗って連呼しないと通らないみたいな地域もたくさんあるわけだから、うん、そのためにウイス場に払ったりとかね、その運転手さんに払ったりとか、はい、車を出すのにお金かかったりとか、うん、弁当を買ったりとかも山ほどお金かかる。うん で、それこそ、なんだろう、あの、お葬式とか、はい。ね、火事場とかにね、<っ>一生にぶら下げていくみたいなのもみんなやってるわけで、お祭りに出席したりとかね、し域のたりとかね、あれも、結婚式にね、はい。お金持っていくとか、あれももう莫大なお金かかってるわけなんですよ。でも、いちいちそれに、じゃあ、高年の時にね、その領収書を出せみたいなことを、地元の町内会のね、おじさんに言えるかっていうと、なかなか政治家としては、 言いにくいみたいなのがやっぱあるわけそういうところにやっぱりね、不透明なお金流れが生まれてきてしまうって問題は、はい、どうしてもあって、これはだから政治家個人の問題よりも、まあそういう古くから続く日本の政治的慣習とか、そういうものの問題にね、影響してるところもすごく大きいわけで、 だから、ね、完全に透明化するのはやっぱ難しいよねとういうのもやっぱあるんです、だからお金かかることはしょうがない、でもやっぱり透明化することはできるだけやっていくっていう、まあ、2本立てぐらいのを考えたのがいいんじゃないかな,っていう、ね、なある分の領収書は公開して、これは領収書もらわなかったけど、これだけかかりましたっていうのが、帳簿につけてあれば、うん、まあそれでいいいじゃなかだから例えば、冠婚葬祭費って名目で、公電とかね、結婚式の、ね、お祝い金とかに、ね、えー、お祝いし儀とかにこれだけかかりましたって、最後、 出すってことは多分大事なんじゃないかな、ねうんまあもちろんね、そこで公職選挙法であるとか、うんああ、そういうところには抵触しない形で出すと。そうですよねうん、えー、もう一つ用意していたニュースは、福島第一原発、停電で処理水の放出が一時止まったということでしたれこれもね、なんかまたこういうのがあるとね、すぐ大騒ぎする人が出てきて、本当にめんどくさいんだけど、はい、ちゃんとあの電源切り替えて、はい えー、何の問題もなくですね、処理処方水は、あの、再開されてるから、それでいいじゃないかと。うん、まあ、結局何で起きたかっていうと、掘削作業してたら、えー、ケーブルに、電気のケーブルにね、はい、その掘削作業の器具が接触してしまって、うん、断線して停電したっていうね。だから、あの、問題なのはね、これ、 そもそも最初のあの原発事故2011年の時にもあったんだけど、全ての電源が停止したことが問題であって、はい、電源の1個が停止するなんてことは当然予測される。 話なわけですよ、うん、ただあの事故で最大の問題だったら全ての電源が停止するって誰も想定してなかったっていうね、はい、そこなわけですよねあれ以降ねそのもう13年経ちますけどももう散々電源の多様化とかやってね高台に非常電源移したりとか、えー、いろんな対策はしてるので1、まあ、個の電源が停止したことをねあまり大騒ぎすべきではないちゃんとそのセーフティーネットが機能してるかどうか機能したかどうかってことを目にあの 見るってことの方が大事なんじゃないかなって思いますよね。で、臭く作業されていた50代の男性作業員の方は右腕と顔に軽い火傷を負って救急車で運ばれたとまあ、命は別状ないということであります。けれどもねえー。たくさんの方が作業されてる現場でもありますもんね。<laughs> 本当ですね。ええー、ということでしじまたぎでありました。おはよう。ニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局を結んでお届けいたします。 時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さん。取り上げるニュースはこちらです。今日から日銀金融政策決定会合。日本銀行は今日25日と明日26日の2日間、大規模な金融緩和を転換して初となる金融政策決定会合を開きます。 上田総裁は先日日銀が目標とする物価上昇率2%に達する角度が高まれば追加利上げを検討すると発言をしております23日の参議院財政金融委員会の中でそういった発言があったということでありますが円安がとうとうね155円1ドル 1>、はいはい 突破してしまったというね。ええ、1ドル155円37銭と、うん、90年6月以来およそ34年ぶりの円安ドル高数。34年ぶりですもんね。はい。90年以来か。すごいですよね。ただまあ円安がそんなに悪いのかって話はあって輸出産業にとってはね、はい、非常にメリットが大きいので。 まあ、経済成長の後押しには間違いなくなるよね、という。えー、ただまあ、メディア各紙見てると、円安消しからんって声で、割に一色でですね、それは一体何ぞやって話ではあるんですよね。で、今回の円安の原因って別に日本円がどんどん弱くなってるとか、そんな単純な話ではなくて、なんか安いって言葉がついてると、日本がダメになってるってイメージが。 行きやすすいんですけど、はい、今回に関してと単にアメリカがね、景気がどんどん成長し続けていて、インフレ基調なんで、まあ、さらに、あの、金利が上がってると。はい、アメリカのね、米国金利がね。長期金利4.5%みたいなね。えー、で、4.5%すごいですよね。もうね、アメリカの国債買った方がいいんじゃないかと思うんだけど。そうですね。ね っていう状況の中で、まあ、ドル高がどんどん進んでいるので、はい、相対的に円が安くなっているだけであると、うん、だからここで日銀がじゃあそんなに介入したからといってこの、ね、長期金利4.5%みたいな、ね、イギリスあのアメリカの異常な金利上昇に抵抗できるのかというとなかなかそこは難しいんじゃないのかなとただ、まあ、日銀もしくはまあ政府としてはこのまま円安が続くとその、はい なんだろう輸出産業にはプラスで、経済成長の後押しにはなるんだけど、一方でまた物価が上がってしまう危険性があると。うん、当然輸入にね、お金かかりますからね。はい、そうするとまた食料とかエネルギーが高騰して物価が上がると。そうすると、ね、去年来、まあこの2年ずっと続いてた、えー、実質賃金がね、下がり続けてる問題。はい、ここに来て、 まあこの春は日本日銀がね、その金融緩和少し緩和しますみたいなことをね。ええ。毎年<で>金利解,解除したのも、まあそろそろ、えー、物価高も落ち着いてきたし、賃金もこの春とでだいぶ上がったので、えー、今年の夏秋ぐらいには実質賃金がプラスになるだろうという読みもあって、うんはい、でそこで、 マイナス金利解除って話だったんだけど、ここでまた円安が続くと、物価が上がってしまって、実質賃金がまた下がってしまうっていうね、<laughs> うんうん、その危険性が出てきて、そうすると、その実際の経済成長に寄与するかどうかよりも、世論がね、はい、ものすごいネガティブに働くんじゃないかっていう、まあ恐怖感は相当あるんじゃないのかなと思。です ここでまた実質賃金ね、夏から明けにかけてだだ下がりになったりすると、もうメディアをこぞってまた岸田政権、はい、大攻撃するのは間違いないわけで。実質賃金がね、上がらないじゃないか。うん、そうなんマイナスじゃないか。うん、みんな貧乏になってる、という,う。いうなんですよね。で、これをね、まあ、なんだろう、う時々ツイッターとか X でリプライもらうんだけど、佐々木さんは経済、 ね、上向きになってるとかね景気良くなってるとか言ってるけどこんだけ賃金下がって何が上向きだとか、うん、経済が良くなること経済成長することと、はい、物価が上がって実質賃金下がることは別に相反してないんですけど、うん、なんかね物価が上がるってことがなんか不況になってるって勘違いしてる人が<ー>世の中にね結構多いっていうね。はい 多分物価が上がるって経験を30年以上してこなかったので、はい。物価が上がるって何意味してんのか誰も分かってないんじゃないかっていうね。で、とにかくもう目の前の値、ね、札が上がっていくから、うん、これはひどいじゃないかと。そうそう、これは不況だってね、不況じゃないんですけどね。うん、景気がいいから物価は上がってるんであるっていう考えもちろん、あの、 コストプッシュインフレだと、景気がいいからとは言えないんだけど、はいえー、コストプッシュインフレによって物価が上がることによって、それが物価許容度が上がること、上がり、それがデマンドプルインフレに変わっていくっていうね、そういう流れをまあ日銀なんか期待してるって考えると、うん、物価が上がってくれないと、どっちにしろ経済は上向かないっていう、まあそういう発想なわけですよね。うん、でそこのね、マクロ経済のややこしいところがある、まああんまりやっぱり相変わらず。 理解されてないなっていうね。うでコストプッシュ。まあ、外からやってくる原材料とかの、うん、まあ、値段が円換算で、マイナスなんかだと上がっちゃうから、うん、その分で、まず、えー、値札が上がると。うん、値上げがあると。ただ、値上げする分だけ、えぇ、ー、それを売ってる企業は、今度収益が上がるから、か例えばそれで賃金が上がっていけば、うん、今度は、それで賃金が上がった人たちが物を買おうとして、うん、えぇ、ー、ディマンドプルとお需要化の方が、 積極的に買おうとする流れです、ね、そうすると、賃金と物価の好循環と呼ばれる、まあ、この上田さんがやろうとしてることが実現していく。ね、しかも今、人手不足もあるので、はい、と当然、転職すると賃金が上がるっていう流れになってきてるから、でその賃金を上げるためにも、企業の側としては、えー、値段を上げなきゃいけない。 上げて、利益を出さなきゃいけない。てないないっていうね、そういう循環が生まれつつある状況なんだけれども、そこをね、まあ、世論が理解してくれないので、世論がっていうか、まあ、マスメディアって言っちゃってもいいのかもしれないですけどね、そうすると、な、ま、ん、あ、とかの円安をね、抑えるしかないって話に傾いてきてしまってると。 だまあ、アナリストの人とか、ね、経済学者の意見を見ていると、はい、必ずしも円安そこまで必死で抑える必要ないんじゃないかと言っている人も少なからずいるんだけどそこの声はあれにかき消されている感じが、ね、ちょっと残念ながらありますよねさあでは続いて2つ目こちらのニュースですアメリカ議会上院もウクライナ法案を可決州内にも支援再開。 アメリカ議会上院は23日、ロシアの侵攻を受けるウクライナに対する追加資金を盛り込んだ法案を民主共和両党の賛成多数で可決しました。すでに下院で可決しておりまして、バイデン大統領が署名し法案が成立いたします。ウクライナに対しておよそ608億ドル、日本円にしておよそ9兆4000億円の支援が柱で、ウクライナへの兵器輸送は今後数時間以内に開始されるということです。 えー、数か月というか半年ぐらいこれ止ままってましたん共和党が、ね、主に反対してたってところがあるんだけど、はい、共和党が賛成に転じたってこれトランプがほぼほぼ秋の大統領選でバイデン、トランプ対決なのは間違いなくて、まあ、トランプ当選しそうなるぐらいの話もいっぱい出てるんですけども、えー、まあトランプが、ね、実は今までずっとウクライナ支援反対したのが急に賛成に回ったっていうね。はいえー これがまあなんでそれがひっくり返ったのか、3月ぐらいには、いや、ウクライナとロシアの戦争に一戦も出さないとかってね、うん、言ってたらしいんだけど、そんなことに金使うんだったら国内に使え、うん、と。4月になってね、急に変わったっていうね。で、一つはね、なんか、要するに今までは無償でウクライナにね、お金を支援するって言ってたのが、いやいや、無償じゃなくて、有志にしろと。 はい、ウクライナに貸して,返して、返してもらうようにせよっていうふうに言い出して、で一応これを、ね、バイデン政権が飲んだっていう、ねうん、ところがあるんですよ、はいで。なんかいろんな発言、いろいろ長め渡してみると、えー、トランプ曰くウクライナは鉱物資源がいっぱいある。<ー>なので、もし戦争に勝ったら借金返せると。ただし、その鉱物資源がある場所は、ロシアに占領されている。 東部ウクライナあたりだっていうね。だからあそこを奪還しないと金返せないから、はい、じゃあいっそウクライナにバンバン金出して、はい、あの東部ウクライナを奪還させて、でそこから鉱物資源採掘してアメリカに金返せよっていうのは、まあ、一応ねそういうロジックがトランプさんの中では。 立ってるらしいんですよね。なるほど。本当にその通りにうまくいくかどうかわからないんだけど、<ー>まあまあでも結果的にこれで良かったんじゃないかなと。ここでね、まあ、ウクライナがもし、ね、自利品で敗退するなんてことになったら、はい、もう西側諸国に対する、ね、甚大な悪影響が起き,起きるわけだし、日本にとってもね、台湾問題に影響が起きちゃうわけですから、はい、まあまあとりあえず良かったかなっていうね。力による現状変更を許すってことになると。うん あともう一個はね、そのお金を、ね、どうやって返すのかってところで、はい、ロシアの凍結資産ああ、ね、ウクライナ侵攻起きてからロシアの資産があの、タイガー持ってた資産を、ね、全部凍結したじゃないですか。はい、あの金額がすごくて、3000億ドル。日本円にすると45兆円以上。すごい金額ですよね。<ー>でこれをね、まあ、要するにその返済に当てればいいんじゃないか。 っていう話も出てるらしいんだけど、ただね、いろいろ調べてみると、この45兆円のうち、えー、アメリカの国内にある。ってか、アメリカの銀行が管理してるのが、50億ドルぐらいだから、まあ、7500億円ぐらい。ほ<ー>大した金額じゃないんですよ。うん、その45兆円っていうね、莫大な金額に比べれば。はい、だから、7500億円抑えても、アメリカがね、拠出する、この莫大な、 え、金額9兆4千億円ですかはい、そうですね。これに比べれば全然少ないので足りないじゃないかと。えー、でもまあ多分、ロシアの資産の多くはヨーロッパとかにあるんで、うん、ヨーロッパの資産をその西側諸国に協力させればいいんじゃないかって言うんだけども、ドイツとかね、はい。やっぱロシアからガス買ったりとかしてるので、そこはなかなか飲めないみたいな、この辺の駆け引きが多分今後続くんじゃないかなと思いますね。うん。むしろそっちの方が問題なってるといますね。そうですよね。 えー、おはようニュースネットワークでありました。えー、日本総動機の方この後も佐々木俊直さんにお付き合いをいただきます。今日のネットワーク、日銀の金融政策決定会合、そしてアメリカのウクライナ支援について取り上げました。続いてニュースプラスワン取り上げるテーマはこちらです。アメリカでティックトック禁止法案が可決成立。 中国系企業バイトダンスが運営する動画投稿アプリ TikTok のアメリカでの利用を禁止につながる法案が24日成立しましたえ。前の日にアメリカ議会上院で可決された法案にバイデン大統領が署名し成立となりました。TikTok の運営側は法廷で争う構えであるということだそうです。うん、まあ TikTok、ね、中国企業の傘下にあるので、はい、バイトダンスっていうね、えー、だから収集したさまざまなパーソナルデータ個人のデータが中国に流れてるみたいな危険性がずっと言われてきていて、はい、まあそういう意味ではねこういう対応するのもまあやむを得ないかなと思うんだけど一方でその裏側にでいわゆる日本でガーファって言われるようなアメリカの,の Google とか Facebook とかの、ね、そのビッグテック企業とその新興中国 TikTok のね アンみたいなのがあるって話は結構あって、これね、ワシントンポストが昨日ぐらいに配信してたんだけど、はい、とにかく、Facebook はですねあの、今、メタ社って名前ですけど、ええ、TikTok と、まあ、競合じゃないですか、うん、SNS でね。うん、で、うん そのコンサル企業を頼んで、はい、フェイスブックが爆薬の金を使って、はい、TikTok はね社会にとって危険だとかね子供に使わせるなみたいな記事をやたらと書かせたっていう<ー>そういう話があるんですよなるほど、うん、で今回もし TikTok はねこれでまあアメリカで使えなくなるとでそうするとまあ広告収入 今までクライアント企業が TikTok で払ってたお金が浮くじゃないですか。はい、で、そのお金が多分 Google とか Facebook の SNS に流れるだろうっていうので、はい、あの E マーケターってアメリカの有名なアナリスト企業があるんですけど、はい、これをワシントンポストが紹介したんだけど、多分これで TikTok がもし中心になったら、はい、え、広告収入がですね、えー、その TikTok の持つ広告収入の4分の1ぐらいは Facebook に流れるだろうと。はい ほ <laughs> 巨額の収益増、つまりね、2025年来年ですよね。え、Facebook の収益を20億ドル以上押し上げるって予測してる。20億ドル ?3000 億円ぐらいぐらいですかね。<laughs> アメリカで1億7000万人がこの TikTok を使ってるって言われるから、うん、やっぱ4分の1が流れるだけで巨額なんです,、ね、んですよで。それ以外にも Google とかにもいろいろ流れるので、うん、Google もほら YouTube とかやってますからね。はい、うん。ショート、YouTube ショートっていうね、トね短い TikTok みたいな動画やってるから、まあそっちに流れるだろうっていう。うん だから背景にはね、もちろん表にもあってはその経済安全保障を含めた、その中国のね、そのプライバーシーの問題とかあるんだけど、裏側に行くと、その、えー、既存のね、大手アメリカ IT 企業と、はい。新興中国企業のね、激しい暗闘がね、裏側には隠れてるんだっていうね、なかなかね、これもおぞましい話ですよね。ワシントポスト曰く、いや、 まあだから TikTok、ね、気にするのもいいんだけど一方でそのアメリカの、ね、独占 IT 企業の弊害ってのも散々言われてるわけで,そ,うです、ね、それをさらに、ね、独占加速させるっいうのもそれはそれでどうなのかみたいな、ね、<ー>問題提起していて、まあ、確かにそうだよねと散々監視資本主義だとか、ねはい、お金儲けすぎだとか、ね、言われてたのに結局そこを利してるんじゃないかっていう、ね、アメリカ政府もねかといってでも中国企業に全部渡していった話もならないので、はい、こ,こは難しいところ だなと思でこれはねアメリカの話だけど日本でもまあそうだよね、はい、今日本でほら、うん、それこそ LINE とかが。はい ね、結構、データ、情報漏えがね、起きたりとかして問題になってんだけど。ねデータのサーバーを、やはり韓国にずっと置いてたじゃないですか。そうなんですよ。あれもね、まあ日本企業じゃなくてもう、う韓国企業ですから、かそっちに流れちゃっていいのかって問題とかある。そもそも日本でね、こういろんなデータのやり取りをするのがもう Google の Gmail だったりとか、はい。あるいは Facebook のメッセンジャーだったりとかね、もう海外企業、目白押しでそっちに、うん、えー、全部こう、派遣を取られちゃってるのもどうなのかっていうね。 ここはね、なかなか、かといって日本国内の企業で、それを担われるような会社、担えるような会社が出てきてないって問題もあり、うん、悩ましいところだと思いますよ、これはね。うん。まあ、ね日本国内のね、そういった話で言うと、うん、じゃあう、そこを法律変えるのかとか、うん、そういうことができるのか,か。そうなんですよね。総務省なんかもね、かつてほら日本企業はいろんな標準を取ってた。DVD、まあ、とか、ブ、はい、ルーレイとかの時代には CD とかね。うん、もうとにかく日本のね、IT 企業、 すんだ電気発産業をね、進行するんだって、こう、意気揚々だったんだけど、やっぱ2000年代入ってそこ失速してきて、はい、もう気がついたら外資企業だらけになっちゃってで、今この状況で一体総務省の産業振興ってどうするんですかって聞いてみても、総務省の人は、うーんって唸ってしまって終わりって。<laughs> っていうねう。議論が成立しない状況なんですよ。で、日本国内でなかなか資金調達も難しかったかそうなんですよね。うん、まあ、言っても前よりはファイナンス状況良くなってるって言われてるんだけど、でも、例えばスタートアップにね、1000万、2000万ぐらいのお金が入るようになってきてるんだけど、一方でアメリカなんとね、スタートアップに下手すと何百億円とかね、うん、バーンとお金渡ったりするっていう、そこの、やっぱ、なんだろう、資金の規模の大きさではね、 もう全然勝てない状況になってきてるって、こういう状況の中で、そのアメリカのガー派とかね、その中国の新興 IT、うん、えとかに、ね、対抗して、日本の産業をね、えー、打ち上げていくってこれ、なかなかね、難しい状況ではありますよね。うんそうすると、そういうところに部品を供給したりとか、そういうのが役割になっていったりとか、そう,うなうかまあ基本、現状、日本は完全にそうなっちゃってて、うん、もう最終消費財、勝てない。うん 例えば昔はね、ほら、海外のホテルとか泊まるとテレビがソニーだったりとかして、はい、やっぱり日本強いよねって言ってたんだけど、今海外のホテル泊まってて、ソニーのテレビないですからね。そうですね。ほとんど中国、韓国企業のテレビばかり。はい、ただし、そういうところに、まあ、中間材って言われる、ね、素材だったりとか部品を供給しるのはやっぱ圧倒的に日本であると。ね、iPhone とかだって日本の企業がなければね、あの作れないって言われてるぐらいなので、そこは強いんですよね。だ半導体だって日本の あの半導体撮影装置みたいなのがなければ成立しないというのは散々言われてるわけだから、はい、まあそこで飯を食っていけばいいって話なんだけど、はい、まあ国のプライドとしては部品供給だけでいいのかってところはちょっとあるから、まあ、国民としてはもう少しなんか,やっぱかつての輝いた日本、はい、IT、日本電気みたいなのがね日本電気産業みたいなのがもう少し復活してほしいなって気持ちもなくはないですけどね。うーん でまあ、これね、あの一方で、TikTok の話は、うん、トランプさんはなんか、資金の出し手の人が TikTok のお株主だったりするという,う話があって、うん、これがまたひっくり返ってるんですよね、そうなんですフェイスブックを利することになるぞみたいな話になって、うん、なかなかね、そこら辺で、ね、あのトランプのそこの限界みたいなところがあって、な、うんざん国民の味方とかね、その貧しい白人の味方とか言っときながら、基本本人は新自由主義の人ですから。うんうん うんまあ、その辺ね、あね、大統領選、まあ、本選これからというところですけれども、<ー>ま,あまだ出てきてない政策がいっぱいあるだけにそうですよね、うん、まあちょっとこれから秋に向けて、アメリカ大統領選どうなるかというところも、ね、この経済の内容も含めて、注目したいところではあります。はいう えー、今日のニュースプラスワンはアメリカで TikTok 禁止法案可決成立というニュースで、えー、ありました。まあ、TikTok 側運営側法廷で争う構えとのことであります。今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いいたしますえ。では続いてこの時間はここだけニュース、スケベ,ースケベー 世界の EV 販売2024年は大幅に増えて1700万台の見通し IEA 国際エネルギー機関は23日最新の世界 EV 見通しを発表しましたプラグインハイブリッド車も含む EV 電気自動車の2024年の新車販売台数はおよそ1700万台に到達し前の年の1400万台から大きく増加するとの予測を示しております ガソリン車も含めた新車全体の2割が EV 関連になるというこれいろんな報道があってですね、はい、EV 全体は増えてるんだけど、うん、BEV っていわゆる完全なバッテリーだけで走る EV はわり、はいえー、に足踏み状態で、うん、逆にハイブリッドの方がが、ね、増えてるって話もあったりとかでもこの辺の報道がねなんだろう日本国内でいうと あのジャーナリストとか、ね、メディアのトヨタ推しの人とそうじゃない人で真っ二つに意見が分かれてて、はい、割にね中立病な公正な、ね、報道が少ないって問題がある。トトヨヨタタ推しの人ほらトヨタはねまあ えー、そのハイブリッドをわりにずっと押してきていて前のトヨタは今日社長も言ってたんですけども、はい、全部が EV になっちゃうとねそ,のそもそも電力が足らなくなるから、うん、いきなり BEV にはならないだろうみたいな見通しを語られててそっちに組みしてる人は、うん、やっぱりハイブリッドだろうみたいなね、うん、BEV 売れなくなったんだって言ってんだけど。うんはい そのトヨタが嫌いな人もいて、そういう人たちは、うん、いやいや b v に行くのは当然だろうと、うん、いうようなことをおっしゃっていてですね、どっちを信じていいのかちょっと微妙によくわからないというね。確かにね。うん、で、まあ、トヨタ、秋尾さんの指摘の、うん、その電力が足らなくなるよねと全部 b v に変えてしまったらって、うん、まあ、あそれもそうだような,よ、ね、なとも思うしね。確かにね、まあ、b v そのものは若干足踏み状態な間違いないみたいで、うん、で一つは、ね、やっぱり値段が高い、相変わらず。うん まあ、どっちかっていうと、その意識高い系の環境問題に関心のあるアメリカのね、カリフのあたりに住んでる、年収2000万、3000万の人たちにたくさん売れてた、テスラとかそうですけど、でもまあ、一般のね、庶民が買える値段かっていうと、ちょっと上の方の値段なんで買えないよねっていうところで、まあ、そのアッパーミドル層の、行き渡ってしまったので、もっと下の層まで普及するところのに、まあ、キャズムが超えてないっていうね、状況が一つなのと、今、伊田さんおっしゃったように、その、 えー、電力の供給の問題、特に2022年からウクライナ侵攻でエネルギー需要を非常に逼迫してしまっていると、はい、でここで、ね、電力、ね、例えばドイツなんかむちゃくちゃ、ね、倍ぐらいに家庭の電力料金が上がったみたいな話もあるぐらいで、うん、そうそう、ね、電力だから安く作ってわけでもなくなってきているっていう社会状況があって、はい、ちょっと BEV は、ね、停滞気味なのかなって感じはあるんですよね。うん、で日日本本国内ででもやっぱり日本で言うと BEV にしちゃうとね、そこまで充電ステーションが日本は普及してないし、はい、で実際ね、結構冬場合なんか、この冬なんか、いろんなこう知り合いとかで BEV 乗ってる人の話聞くと、はい、やっぱね、ちょっとね、あの落ちると。ああ<ー>。あの、真冬になるとね。寒いと。寒いと効率が悪くなって。よく、なんかね、うん、あの、この電気自動車の話じゃないけど、うん、寒いと。 電池寝ちゃうんだよみたいな、ねうん。構造距離がどうしても短くなるっていうね。うん、だから東京から名古屋とか大阪まで車で行こうとすると、ちょっと何度もね、あの、充電しなきゃいけなくて面倒くさかったみたいな話があって。はい、そこら辺の技術的解決がまだもうちょっと物足りないかなっていうのと、まあ、あのね、そもそも電力がね、足りなくなってきてるって状況どう、どうすんのかっていろんな問題があるよね、と。で、ただね、前段のね、このお金の問題、要するに高い車しか、 えー、ない問題っていうのが実はねここに来てね違う話が出てきていて中国のシャオミ IT 企業、はい、そこがね画期的に安い EV を出したんですよ。うんうん えっとね、いくらだっつったからすごいですよね。だから、600万、700万とかの話じゃなくて。軽自動車みたいな EV みたくていいで、ね、そうです。150万とか、そのぐらいの値段で。はい、しかも見た目ちょっとかっこいいっていうね。うん、ただ中国のシャオミって別に車の企業でも何でもないので。スマホでなんか名前聞いたことあるのか、ね。そう,そうですね。あれにそっち系ですよね。うん、で、どのぐらい性能があるのかとか、まあ維持費がどうなのかとかね。はい、修理、メンテナンスどうなのかとか、わかんないことが多いんだけど、 今後もしそこがね、バーンと爆発的に来る可能性があるとしたら、まあ世界全体で一気に値段が下がるかなと。まあ日本の国内でね、中国のシャオミが作った EV がどのぐらい売れるかってちょっとわかんないですけど、日本はやっぱり日本国内のね、あの自動車産業の信頼感がめちゃくちゃ強いので、はい、いやトヨタとかね、その日産とかホンダ、 スバルとかの車が流行ってるところにいきなりシャオミが入ってこれるとはまあなかなか思わないディーラー網とかもないですしね、えー、ただまあ世界的に見るとこっちが来る可能性は結構あるから<ー>、うん、そうなると値段が一気に下がって普及への弾みがつくことは期待できるかもしれないただ電力逼迫の問題はまだ相変わらず変わらないので って考えるとね、まあまあ、やっぱ当分はハイブリッドもしくはプラグインハイブリッドですよね。の方が来る可能性は高いから。で、プラグインハイブリッドなんか日本でも、はい、それこそあの、災害が起きた時の、 家庭用の電気の供給源にもなり得るってところで、もうちょっと注目されてもいいんだけど、現状のやっぱプラグインハイブリッドかなりむちゃくちゃ高いんですよね。<ー>価格がね。はい、やっぱ500万超える金額になってしまうので、そうそう普通の人には買えないよねと。だからまあ期待したいところは、まあ、EV がいきなり BEV がね、ぱッと普及するよりも、その、 災害とか応じて、なおかつガソリンでも走る、プラグインハイブリッドをもうちょっと安い値段で普及してくれるようになると、うん、日本国内でもいけるんじゃないかなって、個人的には思うんですけどね。まあ、これね、あの、環境問題と結びつけてね、話されることも多いですが、その、あるいはグローバルサウスの国々だと、うん、電気作るのに火力発電所ガンガン回してってこと,とそなねそうなんですよね。そもそもも、まあ 第三世界で途、ね、上国で、ねはい、そんなに充電ステーション作れないって問題があってそっちにまで BV はそう簡単には普及しないだろうスマホのようなリープロック、うん、カエル飛び現象が起こるかというとななかなかこれインフラ産業でもありますもんねだからうん、まあ、結局アメリカはテスラのように、ね、もう自前で全部充電ステーションを敷設するってぐらいまやらないと現実には難しいっていうところなんじゃないかなと、はい、ただまあ日本国内でいうと、ね、特に地方なんかそうなんですけど、はい あのガソリンスタンドがどんどん減ってる問題っていうのは確かにあるんですよ。でも福井のね田舎とかで暮らしてた時に思ったんだけど、まあ、大体みんな一戸建てで、はい、あの車庫とかに電源プラグとかもあるから<ー> EV の方が実は田舎はいいんじゃないかと。あ<ー>しかも長距離走れなくても、はい、基本田舎での車利用って、まあ、例えば1人1台持っていてお父さんの車は週末に隣の町まで。 イオンとかに買い物に行く、はい、だからまあ長距離走る方がいいけどそのおじいちゃんおばあちゃんの車とか奥さんの車とかはまあ近所に買い物に行ったりとか通勤するぐらいなんで、うん、そんなに構造距離長くなくてもいいよね、うん、でしかも家で充電できるとなると実は小型の BEV が日本の田舎にはすごく向いてるっていうところで。 あの、<ー>三菱と日産が出した、桜って KEV がバカ売れしてるってのはよくわかるんですよね。ニーズにピタッと合ったあ,あれ、高速で180キロしかなくて、あのー、全然長距離ドライブできないんだけど、まあ、田舎で使うね、日常の足にはも十分だし、で、車庫で充電できるってね。電動自転車みたいな、その延長というような。日常の足のね、プラス、四輪になった。 電動アシストぐらいな感じですよね、気持ちとしてはね。なるほどねでやっぱそういう,こう需要も細かく見ながら、投入してもらえればですね、だからもう、すべてが BV 一色とかいう話じゃなくて、細かいニーズをいかに広げていくかということは、今後の自動産業の結構重要な課題になってきてるんじゃないかなと思いますよ、うんえー、スクープアップのゾーンでありました、このコーナー含めて、ラジコタイムフリー、ポッドキャスト、YouTube でも配信していきます。番組ホーームページをご覧ください